ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに食らうぜダークトジーフジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、新劇場版、頭文字 D、レジェンドさん夢うつつの、レビュー、考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。あらすじ、考察、評価、補足情報、キャストなどをぐっと圧縮してまとめました。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりして、今北産業、ブンブンアニメの第3弾、誰におすすめなのぜ？前作のファンにおすすめ。ではでは、ここからあらすじの解説をします。シナリオは前作の2で、花束をもらって、決闘しようぜ。となり終わり、ついにこの3で、最後の因縁の対決が実現するのかというシナリオ。過去の動画のレビューは概要欄に記載してるのぜ。シナリオ的には、主人公はどの車を乗ってもドライビングテクニックが語彙数なので、そこら辺のモブだったら負けなしですよ。というようなシーンが入りつつの、女子高生34歳とのモラトリアムシーンを挟みつつ、何に対しても熱くならない主人公が、ついに走り屋するの楽しいかも、というモラトリアムシーンを流しつつ、まあ、このモラトリアムシーンの作画は妙に気合が入っているのぜ。40分くらい時間を浪費した後に、ついに高橋兄とのバトルが始まるという感じ。はい。で、ここからはこの映画の高校生編におけるラスボス、ホモの兄ちゃんについて解説。バラはいわゆる漫画でよくいる天才型のキャラで、相手の動きを一回見ただけで丸コピできるって天才だし、弱点なし、主人公がクソ雑魚の機体だけど、超絶テクニックでぶち抜くタイプの能力者だとしたら、高橋兄初よつよの機体で超絶テクニックでぶち抜くタイプであり、スペックが同じなら機体がつよつよの方が勝つだろう JK。というのがこの映画の見どころさん。ドライバー性能が同じなら、装備するマシンが上位互換の方が勝つのぜ。常識なのぜ。そうそう、ここがこの映画の見どころさんね。果たして主人公は勝つの？それともって感じの展開がクッソよくできているよね。はい。で、ここからはおまんじゅうの感想なのですが、この映画のファンは今すぐゲームの電源を切るんだなのぜ。まず、この映画はバトルに始まるまでに40分も無駄に時間を浪費するという、本当につまらない映画になっており、刺激がないと退屈で寝ちゃう赤ちゃんのようなおまんじゅうたちにとっては、本当に退屈な映画となっております。前作の2は欲張りセットであって、一つの映画に2つのバトルを詰め込んだ。詰め込めるだけ詰め込もうぜ。という神映画だったのぜ。そうそう。ところがこの映画の場合、バトルシーンはたったの一つしかないから、その分何かで水増ししなければならないという部分からガチ水増しするんだけど、前半が本当にどうでもいいモラトリアムシナリオであり、40分から見ればいいって感じの薄味のカルピスのような出来栄えであり、前作2つがよくできていただけに、本当に残念でなりません。それとここからネタバレなのですが、最後なんで主人公が勝ったの？という部分ですが、主人公の方が効率的にブーブーを動かすことができたために、金属疲労を少なくできたので、最後で勝てたという感じらしいです。で、この後のストーリーってどうなんの？という部分ですが、この後主人公は、高橋弟とタッグを組んで、他の地域の峠に道場破りを始めるプロジェクト X をするってなって、そのきっかけになったのがこの映画の高橋兄との戦いでした。という感じ。はい。では、最後におまんじゅう的おすすめ度を紹介。おすすめ度は、星1中星2、モラトリアム長すぎー、2が星5でめちゃんこ面白かっただけに、この映画の最後は超絶期待外れ、正直この後もアニメ化されているのだが、もう見なくてもいいかな？って思えるくらいこの映画は、前半が露骨に水増ししてますよ。ってのが伝わって不愉快。ぶっちゃけ30分の映画でよかったのぜ。そんな感じです。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。